小林少年の知恵黄金怪人はやっと笑い止むとしばらく黙っていましたが自分の顔をにらみつけている小林君を見返して静かに尋ねました「君にはわしの魔法の種がすっかり分かったかね?」うん分かっている。 僕にはもう何もかも分かっているよ小林少年は自信ありげに答えました可愛い目がキラキラ光っていますほうえらいもんだそれじゃあ聞くがねえわしはなぜ井上と野呂を捕まえたんだろうねそれは二人の替え玉を作るためさ なぜ替え玉を作ったんだね。山下さんの蔵の中からグーテンベルクの聖書を盗むためさ。感心感心。君はそこまで気がついたのかで、どうしてあの聖書を盗んだんだね。あの時、僕と山下君のお父さんと山下君の他に。 4人の少年探偵団員が頑張っていたその4人の中に偽物の井上くんとのろちゃんが混じっていたのだそして多分偽の井上くんが黄金怪人に化けたんだあの黄金の衣装は折りたためば小さくなるに違いない偽の井上くんはそれを着たり脱いだりしてみんなをごまかしたんだうんーその通りだ あの時に使った金の仮面や鎧はビニールに金の粉を塗ったもので蔵の中の薄暗い伝統だからごまかせたんだよ。偽の井の上はその金の衣装を二組持っていた。子供の大きさのと大人の大きさのとね、大人の衣装には 足に竹馬のような棒がついていて背が高くなるんだ。それを伝統の消えている間に着かえて薄暗い蔵の隅に立ってみんなを脅かしたんだよ。脱いだときには小さくたたんで本棚の大きな本の後ろに隠しておいたのだ。あのとき。 誰も本の後ろなど探さなかったからね黄金怪人は煙のように消え失せてしまったとしか考えられなかったのだよ蔵の伝統を消したりつけたりしたのは偽ののろちゃんの方だねそれから伝統が消えている隙に山下君くんのお父さんの手から聖書の霧りの箱を奪い取ったのも偽ののろちゃんだったに違いない その通り。だが待ちたまえあの時の黄金怪人は大人になったり子供になったりネズミぐらいの小さな姿になったりしたね。あの時ばかりじゃない。その前に庭で山下少年の前に現れた時も見ている前でだんだん小さくなった。 そしてネズミぐらいになって井戸川を登って古井戸の中へ隠れてしまったあれはどういうわけだね恐ろしい魔法博士の黄金怪人がまるで先生が生徒に質問するように優しい言葉を使っています 小林君の知恵に感心してしまった形ですそれにいくら賢くてもこの地下室からは逃げ出せるものじゃないと安心していたからですこの子供はどのくらい知恵があるか試してみようとしているのです小林君の方はそんな呑気な立場ではありませんこの憎い怪物の魔法の種を暴いて相手をへこませてやろうという気持ちで一 パイでしたあの山下くんの庭に現れた時はもう薄暗くなった夕方だっただからやっぱりうまく動かせたのだ大きな木がたくさん立ち並んでいたあの時の怪物あれは無論君だよ君ばかりじゃない子供の助手がいたそれも偽の井上と野呂ちゃんだったかもしれない 二人は金色の衣装を着けて大きな木の幹の陰に隠れていたまず大人の君が山下君のそばを離れて一本の木の陰に隠れるすると偽の井上が君に代わって山下君に見えるように歩き出し反対側の木の幹に隠れるそこに偽の野呂ちゃんが待っていて入れ替わって姿を現す野呂ちゃんは井上君に比べるとずっと背が低いのだから そこでまた黄金怪人が小さくなったように見えたのだうんよく考えたねその通りだしかしネズミのように小さくなったのはどうしたわけだろうまさかあんな小さな人間がいるはずはないからねあれはおもちゃだ 小林くんが叫ぶように言いましたえ、おもちゃだっておもちゃがどうして井戸川をよじ登れるね目に見えないぐらい細い糸だ多分丈夫な黒い絹糸だそれを古るいどの中に君の部下が隠れていて引っ張ったのだそれから地面を歩いたのはゼンマイ仕掛けだゼンマイ仕掛けのおもちゃは一人で歩けるからね 蔵の窓によじ登った時も、中から多分ん偽の井上が細い糸を引っ張っていたのだ。うまい君は実に名探偵だよ。よくそこまで考えられたね。その通りだよ。君のような賢い子供は、このわしの部下にしたいくらいだ。いや、部下にするつもりだ。 君ばかりじゃない。明智名探偵も、そのうちわしの部下にするつもりだよ。それはダメだ。僕は決して君の部下にならない。まして明智先生が君の部下なんかになってたまるもんか。今にひどい目に遭わされるから見ているがいい。小林くんも負けてはいません。リンゴのような方を一層赤くして食ってかかるのでした。 えー、わしの虜になった身の上で何を大きなことを言っているそっちこそ今に見ているがいい明智先生がこの部屋に捕らえられてきた時にべそをかくんじゃないぞ捕らえられるもんか僕が邪魔をしてやる 決して先生は君なんかに騙されやしないよ。それを聞くと、今まで黙っていた本物の井上くんも肩を怒らして怒鳴り出すのでした。えそうだ小林さんと僕とノロちゃんの三人で、君の邪魔をしてやるんだ <laughs> 負けるもんかう <laughs> ンピラたち。 なかなか威勢がいいなそんなに怒鳴ったってわしはちっとも驚かないかえって君たちが可愛くなるくらいだよ <laughs> よしよしそう騒ぐんじゃない今に美味しいものを食べさせてやるからな。<laughs> ところで小林くん君はまだ言い忘れたことがあるはずだね。ほら今日の夕方のことさ。小さな黄金人形がどこまでも歩き出したじゃないか。そして途中でたちまち子供ぐらいの大きさになったじゃないか。あれはどうしたわけだろうね。 うんそれもわかっているあのおもちゃを売ってたじいさんは君だよ君が化けていたんだよふふふふふふそしておもちゃの人形がいつまでも歩いたのはやっぱり君が細い糸で操っていたんだ君は両手を前に突き出して人形を追っかけていたそれで君の手はいつも人形の真上にあった あの手で細い糸を操って人形が歩くように見せかけていたんだよ薄暗い夕方だからその糸が見えなかったんだそれから突然子供ぐらいの大きさになったのはポストのある曲がり角だった黄金の衣装を着た子供があのポストの影に隠れていたんだよいやそれではまだ考えが足りないいいかね あの時は薄暗いと言ってもまだ夕方だった。それに人通りがないとは言えない。いくらポストの陰に隠れていても金ピカの衣装を着ているんだからすぐ見つかってしまう。そうすれば大騒ぎになる。このわしがそんな危ないことをやると思うかね あ、そうかそれじゃああのポストは小林くんはびっくりしたような目で怪人を見つめましたうんそうだよ君は実に素早く頭が働くねえあのポストは偽物だったのさ。 薄い鉄板に赤ペンキを塗った偽物だったのさ偽の井の上が金色の衣装を着てあのポストの中に隠れていたんだよこれならいくら人通りがあっても大丈夫だからねそしてわしがあの角を曲がった時軽い偽のポストを素早く持ち上げて 胃の上を出してやったというわけさ <laughs> 黄金怪人はさもおかしそうに笑い出すのでした。それにしてもなんという不思議な怪物でしょう。なるほど魔法使いです。普通の人間には思いもよらない技術を次から次へと使ってみせるのです。 さてこれからどんなことが起こるのでしょうか洞窟の魔術師さて種明かしが終わりますと黄金怪人は三日月型の不気味な口でケラケラと笑いましたそしてまたもや不思議なことを言い出すのでした 今も言う通りわしは明智探偵をきっとここへ連れ込んでわしの部下にしてみせるがねそれまでにはまだしばらく間があるその暇に君たち三人にこの地底の国のびっくりするような魔法を見せてやることにしよう 普通の世界ではとても見られないような不思議なものばかりだよ。さあそれじゃあ3人を向こうのインド魔術の洞窟へ案内してやりたまえ。怪人が黒覆面の男に命じますと黒覆面は小林君と本物の方の井上野呂の二少年を黄金の部屋から連れ出しました。 少年たちは嫌だと言っても虜の身の上ですから、どうすることもできません。しかし、別にひどい目に遭わされるわけではなく、何か不思議な魔法を見せてくれるというのですから、いくらか見たいような気もします。ともかく、黒覆面についていくことにしました。トンネルのような狭いホラー穴を少し行きますと、パッと とあたりが広くなって、恐ろしくでっかい洞窟の中へ出ました。電灯はいくつかついていますが、洞窟が広いので向こうの方は真っ暗ですし、天井も非常に高くて見通しがききません。三人がそこへ入ってキョロキョロとあたりを見回しているうちに、黒服面の男は暗闇の中へ吸い込まれるように姿が見えなくなってしまいました。 変だねあの人どっかへ消えてしまったよこれから何が起こるんだろう、はあ、僕気味が悪いよ猫、ね、林さん後へ戻ろうよのろちゃんが例によって弱音を吐きましたするとその時洞窟の右手の方からひらひらと白いものが飛び出してきたのですお化けかしらとぎょっとしましたが お化けではありません。一人の真っ黒な顔をした老人です。頭は真っ白で、白い口ひげと顎ごひげを生やしたしわくちゃの老人です。痩せた体にダブダブの白い大きなキレを肩からハスに巻きつけています。写真で見たインドの坊様みたいな身なりです。何に使うのか。 太い縄を丸く巻いて小脇に抱えていますその老人は体に巻いた白いキレをひらひらさせながら洞窟の真ん中まで来るとそこに立ち止まって変なしわがれた声で少年たちに話しかけました「お前たちにこれから面白いものを見せてやるゆう」「世界の謎と言われている」 インドの大魔術じゃほらこの縄をごらんこれを空に向かって投げ上げるのじゃそうするとこの長い縄がピンとまっすぐに立ったまま落ちてこないのじゃさてそれから実に不思議なことが始まるお前たち そこからよく見ているがいい。と言ったかと思うと老人は小脇に抱えていた縄の端をつかんでまるで投げ縄でもするような格好になって恐ろしい勢いでそれをパッと天井に投げ上げました縄はスルスルと洞窟の天井に向かって伸びていきそのままシャンとまっすぐに立ちました。 少しも落ちてこないのです縄の柱ができたわけです長く長く伸びて天井の方は暗闇に隠れて見えなくなっていますサーさてこれからどんなことが起こるじゃろうよく見ていなさい老人はそう言い残してすー 右手の闇の闇中に消えていきました。するとそれと入れ替わりに10歳ぐらいの小さな子供がちょこちょこと駆け出してきましたその子供は体中が赤と白のだんだら染めになっているのですつまり赤と白の太い島のシャツとズボンを着て同じ赤白の運動帽をかぶっているのです顔は真っ黒で 大きな白い目がくりくりしています。その子供はまっすぐに立っている縄のそばまで来ると、こちらを向いてにっこり笑いました。すると、真っ黒な顔の中に白い歯がむき出しになり、目と歯だけが白く飛び出しているように見えるのでした。それから赤白だんだら染めの子供は縄を登り始めました。まるで猿のように。 まっすぐの縄を上の方へ登っていくのですその時またもや右手の闇の中からパッと妙なものが飛び出してきましたバラバラ少年それはやっぱり白い大きなキれで体を包んだ真っ黒な男でした さっきの老人ではありません。三十ぐらいの屈強な男です。手にはピカピカ光る恐ろしく幅の広い刀を持っています。昔中国に清流刀という恐ろしい刀がありましたが、あれとそっくりです。刀のことをダンビラと言いますが、これは牛でも殺すような大ダンビラです。 その男は真っ黒な中に目ばかり白くギョロギョロさせた恐ろしい顔をしていました。一言も口を聞きません。三人の少年の方を振り向きもしません。恨みに燃える白い目で縄を登っていく子供をぐっと睨み上げているのです。男の手が縄にかかりました。横断びらを口にくわえ、両手で縄にすがると、 そのまま子供の後を追って登り始めました。<ー>上の方から悲鳴が聞こえました。もう5メートルも縄を登った子供が、横断ビラの男を見て、あまりの恐ろしさに死に物狂いの声で叫んだのです。そしてにわかに手足を早めて逃げるように縄を登るのでした。しかし縄は洞窟の天井で行き止まりになっています。 そこへ追い詰められたらもうどうすることもできないではありませんか。横断ビラを口にくわえた男は子供の後から悠々と登っていきます。いくら逃げたってダメなことをちゃんと知っているのでしょう。三少年はそれを見て胸がドキドキしてきました。あの恐ろしい男は赤白だんだらの小さい子供を殺してしまうのではないかと思うと、 気気が気ではありません。井上くんなどは飛び出していって下から男の足を引っ張ってやろうかと思いましたがもう間に合いません男も縄登りが上手でたちまち45メートル登ってしまったからです子供の方はもう10メートルも登ったでしょうか洞窟の天井は暗いので下からは見えなくなってしまいました手に汗を握って見上げていますと ダンビラの男も天井の闇の中へ姿が消えていきました。あ、はあ、縄の上に追い詰められた子供はどうしているのでしょう？今頃は男に捕まって恐ろしい目に遭っているのではないでしょうか。わ<ー>身震いするような悲しい。悲鳴が天井の闇の中から聞こえてきました。それが洞窟にこだまして。 あちらからかもこちらからも「キャーキャー」という声が重なり合って聞こえるのです5人も6人も子供がいて次々と叫んでいるような気がしますその子供の声がだんだん小さくなってスッと消えていった頃にギョッとするような恐ろしいことが起こりましたさーっと天井から何か細長いものが落ちてきたのです。 赤白だんだらの棒のようなものでした。それが地上に落ちてコロコロと転がりました。なんだか得体の知れないものです。びっくりして息を飲んでいますと、またもや天井から同じような赤白だんだらの長いものがさーっと落ちてきました。それからその後を追うようにして、今度は前よりは少し小さい赤白だんだらのものが続いて2つ落ちてきて床に転がりました。 よく見ると、後から落ちた二つには可愛らしい五本の指が生えているのです。手です。あの子供の黒い手です。それでは先に落ちた二つは足かもしれません。ああ、そうです。よく見ると黒いズックのゴム靴を履いているではありませんか。臆病者のノロちゃんはそれがわかると、いきなり小林少年の体にしがみつきました。 そしててガガタガタ震えているのですあああの可愛らしい子供は縄の上で恐ろしい男のビラでバラバラに切られてしまったのでしょうかいくら地底の魔法国でもこんな人殺しが許されていいものでしょうかそれから続いて2つのものが天井から落ちてきました子供の首と銅です 赤白の運動服をかぶったかわいらしい首が地上に落ちてコロコロと転がりましたそれを見ると井上くんがう,うーんとうなって小林くんの腕をつかみましたもう黙っていられないよ僕たちであいつを捕まえようそして警察へ連れて行くんだねえ小林さんいくら魔法の国でも。 こんな残酷なことは許しておけないよ僕らは明智先生の弟子じゃないか名誉ある少年探偵団じゃないかねえ、あいつを捕まえてひどい目に遭わせてやろうよ井上君は顔を真っ赤にして憤慨するのでした。しかし、小林君は何か別の考えがあるらしく、少しも騒ぎません。 怖がって震えているのろちゃんと、目を向いて怒っている井上君を力づけたりなだめたりするように、ニコニコ笑って言いました。まあ、見ていたまえ。今にわかるよ。あの子供が本当に殺されたのかどうか、今にわかるよ。その時、まっすぐに立っている縄をすーっと滑り降りてきたものがあります。あの恐ろしい男です。 片手で横断ビラを握り、片手だけで滑ってきたのです。ギラギラ光る横断ビラには真っ赤に血がついています。小林さんあの血をごらんやっぱり本当に殺されたんだよねえあいつをとっ捕まえよう小林くんは駆け出しそうにする井上くんの手をぐっとつかんで引き止めました。今にわかるよ。じっとしていたまえ。 するとその時突拍子もない笑い声が聞こえてきました<笑><笑>地上に降りた横断ビラの男が三少年の方を向いてさもおかしそうに笑っているのです。